今福島県の下郷町に来てるんですけど、ここは国道121号線なんですけど、下郷町物産館に来てるんですね今ね、でここ塔のへつりっていう観光名所があるんですけど、そこ行ってみますか。県立公園なんだ。県立公園、塔のへつり。あら、何年ぶりだろう。記憶ないな。奥さんと来たような記憶あるんだけど、道間違ってないよね。ほら見てください、ようこそ塔のへつり。駐車場300メートル先、あれ、こんな、そこ駅なんですよね。駅忘れちゃった、帰りに寄ってみるか。駐車場熊注意だって。あら、みんな気切っちゃってるじゃん。一番近いところ駐車場止めるか。ないな。あるかな。ないか。あるな、これあるな。有料だってダメだ。下ダメ、有料駐車場300円だってじゃあここに止めた方がいいや。ここから歩いてた方がいいです。この木陰の駐車場ってとこいいですね。こっち、ここ多分無料だと思います。木陰の駐車場、何これ、どうなってんのこれどうなってんの。いいや、どこでもいいや、止めちゃう、めんどくさいから。あ、これが後ろってことか。こうか、木陰の駐車場。ちょっとあれだな、お金持ってくか。なんかもしかしたら面白いの売ってるかもしれない。塔のへつりやっしゃー。塔のへつりまで徒歩3分か、近いな。ここが塔のへつりですよ。おお、そうだな、どう踏ん回ろうかな。まあ全容を、真ん中から全容を、こんな風にお土産屋さんがいっぱいあるんですよね、これね。こけし、ああ、やってる。ほら、塔のへつり、展望見晴らし、大吊り橋入り口って、お土産屋さんのがね、こっち。再就職とお土産屋さん。
こんな感じになってますね。もう野菜も売って、お土産屋さんだ。昭和18年に本当は工場して次いいんですけどね。絶景巡礼福島ビューポイント50、新観光名所福島30期、湯の神温泉と塔のへつり。昔ここは海だった。蜂などには十分注意してください。へつりとは方言で、断崖絶壁、急斜面、川岸などの険しい道。お土産なんですね。まただけど。ここが展望台か。わあ、絶景ですよね。紅葉した時綺麗なんですよね。あれ、お土産屋さんが、まあ、こっちにもあるんだ。塩焼きとか売ってんねえかな。マムシ売ってる、ほら。お土産だ。マムシ売り場。うわぁ、すごいでしょ。大自然。よいしょ。うわぁ。おすすめですね。なんかね、紅葉してるとき最高じゃないですかね。これが橋か。人があそこまで行けるね。すごい削られてんですね、これみんなね。だらーっと。すごい。お。阿賀野川？阿賀川？落書きしてあるね、女子とか春。いやー、なんかあそこに何かが潜んでそうな岩陰に。どこまで行けるんだ。すごいね、大自然。富士見橋。頭上罪。疲れた。
よいしょ、これがね、あ、1円玉差し込んである、あ、ここにも1円玉差し込んである、謎行為、いいですね、これね、ほんとこんなとこなんだ、なんか地層みたいな、地層になってるな、ほら、読めねえ、なんだか雑だな、倒れてるな、みんな、とかもね、おみくじが、石積んである、石が積んである、うわぁ、お金がいっぱい入ってる、お金、うわぁ、お金がいっぱいある、うわぁ、なんか妙な光景ですね、これね、この隙間にお金がぎっちり入ってる、何これ、どういう意味があるのこれ、なんか異様な光景なんだけど、確かに心霊スポットっていう人いるかもしれないですね、なんか異様な光景だ、ちょっと衝撃を受けたんだけど、お金何万、1万円分以上なんだね、この階段も雑な作りだな、
お、立派な看板ですね。あ、おみくじここで売ってるんだ。だからみんなおみくじ。と神聖な場所だからあんまり入りたくはないですね。俺みたいに能的な人はあんまり。確かにここは合唱って書いてあるの。行かない方がいいや。よいしょ。この岩の中にあるんですね。曲なんとかって。から登ってってあそこにおみくじしばる人もいるんですね。すごいな。疲れてきたな、もうほんと。いやー、高いなー。さすがにこれは落ちたらやばいぞ。にも縛る人いんだ、おみくじ。確かになんか福島県下郷町心霊って調べるとここが出るんですけど、確かに霊場っていうかなんかありますよね、多分。普通の観光名所だとは思うんですけど、霊的スポットでもあるのかな、やっぱり。ってことで、はい、以上。また雑な階段上降りていきます、今度は。一円玉差し込んである。これ今度は砂利の層になってる。これいろんな層があるんですね。砂みたいな。歴史が。コンクリートの層ってのもあったんですね、昔から。コンクリートの層だ。いやー、最後、絶景。はい、これにて完結。完結。あそこに石がぎっちり、あ、ダメだ、映んねえか。いや、以上。